かつては偉大なる将軍としてその名を馳せたクレイトスだった。幾年もの苦悩の末、今は神々の戦士としてスパルタの亡霊と呼ばれるようになっていた。神々の手足となって働く彼の唯一の望みは、脳裏に焼き付いた悪夢からの解放だった。だが今は戦いの真っ只中にその身を置くことでしか苦しみから逃れる術はなかった。その日、神々の命を受けて降り立ったアッティカの町において、クレイトスはペルシャ軍の解き放った想像を絶する魔物と対峙することになる。
れ。忌まわしい魔物を持ち込んだものだな、ペルシャ人よ。魔物だと？魔物などではない、スパルタ人よ。あれこそがペルシャの意志、聖なる浄化の力だ。こうしている間にも我がバジリスクが町を掃除しておるわ。この地にペルシャの栄光が轟くようにな。オリエンポスからの信託がある。私はそれを伝えに来た。つまり貴様はただの使いか。では貴様の貧弱な神どもに伝えるがいい。たった一人の哀れなスパルタ人ごときでは我らを阻むことなどできはせん。くれ、欲しいものは何でもやろう。貴様から欲しいものなどない、ペルシャ人よ。国をやる、女も金もだ。そんなものなどいらん。だが貴様の命はもらう。